はい、今回はスプーン専科店に行ってみたいと思います。今回もここはどうやら駅から徒歩1分ということなんですが、実はもう映るかな、この辺にお店が見えてます。近すぎるので、じゃーん、これで測ってみようと思います。だいたい私なんか100ヤードぐらいかなって思ってるんですけど、いきますね。どうだ、102ヤード102ヤードです。ちょっと近いんで、今回は本当に102ヤードなのか補足まで行ってみたいと思います。では行きましょう、スタート。結構なんかおしゃれな街なんですね、センカーって。初めて来たんですけど、なんかカフェとかが見えるんですよ。カフェ結構補足しながらこれ行くの難しいですね。まだ35ヤードぐらいです。私実はプロキャディもやったことあるので、補足もちゃんとこんな感じでしてますから、数えてますよ。もうほんと間近なんですよ。あ、薬局とかある。もう近くなってきた。あの緑の看板がね、スプーン千川店さんなんですよ。もう見えてます。え、もう80ぐらい行ったかな。補足めっちゃ難しい。あとちょっと。どうだろう。お、失礼します。さあ着きました。ここに看板が、じゃーん、スプーン千川店さん到着しました。補足で言ったら111歩